行商人のモンスターがお店を出してたんだ。しかも取れたて&し、これはいくらなんでもすぐけど、食べられる材料があるなら、こんじゃあ、早速プリン作ろうぜ、ギアチ。はい。じゃあ、私はそれまで海音と遊んで。そういえば、ネプッチとは二人でゆっくり話して。すまないね、プッチ。どうやら仲間からの連絡のよう。ちょっと、まあいっか。空腹は最大の調味。彼女たちは守ってみせるさ。お姉ちゃん、悪いね、プッチ。作りすぎた。うわ、なんで。お、お疲れ。お疲れ様なので。あ、うつ。ね、プッチ、できるまで退屈だったから散歩に行ってきたんだけど、それでやっぱり美味しいものはみんなで食べた方がもっと美味しいと。そりゃナイスだね、プチ。持ってきた材料全部。おかげでこっちもプリン楽しみ。なら俺はお茶を入れよう。こんな場所だが。いやー、食べた食べた。ね、プチは本当、海音さんの入れたお茶とっても美味しかったです。これってなんて。俺のオリジナルのブレンドさ。あくまで趣味として作ったものだが、気に入ってくれたのなら。本当ですか？海音って見た目いい。あ、見た目も十分イケメンだと思う。そうだった、娘はそういう。さて、お茶会も落ち着いたところで、少し今後の作戦会議をしたいのだ。俺は構わないぜ。私も大丈夫だよ。プリンを食べてお腹も。では早速だが、先ほどシェアクリスタルがありそうな場所。今までの戦いでだいぶ消費したからな。ストックが増える分には願ったりだ。しかもだ、その場所にはたくさんのシェアクリスタルが眠っていると推測。それならあの作戦も。ああ、鍵となる企画のシェアクリスタルさえ揃えば。となれば。ねえ、二人が言ってるあの作戦って何の。ああ、そうだ。一言で言えば、君たちも見た。あ、やっと。あのでっかいの音。何度もあいつと戦ってくうちに分かったんだ。あいつはシェアの。しかし奴はその巨大さゆえに、一点にシェアの力をぶつけても効果はあまり。だから大量のシェアクリスタルを使った特殊な結界を作って閉じ込めようとしている。おお、なんかすごい作戦。そういうこった。だから早速。ネプギアです。ネプギアさんの顔芸成分から生まれました。俺の番で行きます。獅子奮陣。キリリナー
全部終わらせる。10年早いんだよ。すまない。夜に。シェアクリスタル、この国にも、ま、シェアクリスタルがある場所だけだけどね。それってこの国、いやこの世界、土地が失われるということは、女神が国を守護する力。そもそもゲーム業界の国というのは守護女神ありきで存在し、それは私たちの国も同じだね。私がいないとプラ、しかし文献に残っていた情報によると、その女神の力の源は人間のいないこの世界ではもはや女神。そして各地に眠っているシェアクリスタルは過去に存在していた人々。女神と国民は互いに持ちつ持たれつの関係で、前に冒険した別の次元のゲーム業界。じゃあゲーム業界って場所はどこも一緒なんだね。私的なら説明がしやすくて助かるよ。最近の調査で分かった。この世界にはこの国しか存在しない。山や海の向こうには文字通り。やっぱりそうなの。嘘。それじゃあ冗談抜きにリアル世紀世紀末という言葉が可愛く聞こえるほどだけどね。しかし女神であるウズメがいるにもかかわらず、シェアの供給をシェアクリスタルに依存しているウズメでは、世界に女神として認められ、そんな、女神のいないこの世界はすでにゲーム業。そんな世界最後の国であるこの国が滅びると、この世界はどうなると思う。なくなっちゃいますよね。そんな元ゲーム業界にあえて名前をつけるのであれば、ゼロ次元だろうか。だけど世界に認められてなかろうが、現にあいつらは俺を女神として慕ってくれてるんだ。最後話を戻すが、この場所が自然豊かな理由、それはだからこの世界ではシェアクリスタルが眠っている場所イコール。で付け加えるなら、ここはでかい森だろ。じゃあここのシェアクリスタルを持っていったら。そうなるね。けどこういう場所は貴重だからね。よかった。それなら今度お花見に来れるね。お姉ちゃん、海代さんが重い話してたのに。そん、分かってないな、ネプギアは。こういう切羽詰まった女。そうだな、デカブツを片付けたら祝勝会も兼ねて。じゃあその時はまたひよこ虫とか。それいいかも。じゃあ私今日みたいにたくさんプなら、俺も作るの手伝う。ウズメのあんな楽しそうな表情を見るのは、できることなら彼女がずっとあの笑顔でいてもらえる。終わり、回復してくれないか。
界のかっこいい俺を見せてやってもいいぜ。久しぶりぬら。おお、ヌラリンじゃないか。さ、あれ、もしかしてこのスライムもウズメのお知り合い？あ、こいつも俺の仲間だ。名前はヌラリンって言って、こ、へえ、スライムも見た目によらないんだね。おお、よしよし。ヌラララララ。で、どうしてお前がここを見つけたの？僕ら、そうか、ここを見つ…ウズメさん、本当も…俺は別に何もしてねえよ。こいつらが勝手に懐いて…今、僕の仲間がクリスタルを探し…なら、俺らも探しに行こうぜ。こいつらばかりに苦労はさせられねえ。こういう時くらい頼ってほしいヌラ。ウズメはもう少しね…そう言われてもな…そうい…わかるわかる。ウズメって私と一緒でじっとして、まあそういうことだから、俺たちは向こうを探してみるから。もし、わかった。さて、ほーん、もうダメ、疲れた。